クレヨンしんちゃん、バカ、馬、B 級グルメサバイバルは2013年4月20日に公開されたクレヨンしんちゃん劇場映画シリーズ第21作目。キャッチコピーは燃えよ、カスカベ防衛隊、焦がせ、焼きそば。映画シリーズとしては初の食べ物やグルメをテーマにした作品である。また、サブタイトルに及ぶがつかないのは第17作目の おたけべ、カスカベ痩せ王国以来4年ぶり。第18作目、長時空、嵐を呼ぶオラの花嫁を除けば、第12作目、嵐を呼ぶ、夕日のかすかべボーイズ以来カスカベ防衛隊が、本格的にメインとなる作品である。坊ちゃん以外のカスカベ防衛隊の保護者は、セリフの有無問わず3人一緒に行動するのが基本だが、今作は、風間ママのみの登場で、 野原一家と共に悪の組織に立ち向かっている。監督を務める橋本昭和に話が来た際、カスカベ防衛隊の身近なところでの冒険物語がやりたいとのプロデューサーの要望があった。そこから脚本の浦沢吉夫と話していく中で B 級グルメの話にすることが決まり、メインとなる B 級グルメは普段食べているものにしようと焼きそばになったと語っている。 本作に出てくる焼きそばの上に生卵が乗っているのは橋本の家庭の焼きそばにいつも生卵が乗っていたためである。監督は前作品の麻酔葬一から橋本昭和へバトンタッチ。脚本は浦沢義夫とテレビシリーズにも参加している上野、君子との共同執筆。ストーリーの大半を浦沢が執筆し、上野は キャラクター監修と脚本の修正などを担当した。劇場版シリーズにおいて、脚本家が共同執筆するのは、第13作目の、伝説を呼ぶぶりぶり3分ぽっきり大進撃以来、6度目となる。作画面でのキャラクターデザインには、前回同様に、原勝則と末吉雄一郎の半々で、 新之助などのレギュラーキャラを原が、ゲストキャラクター全般を末吉という分担作業を行った。また、高倉義彦がメカニックデザインを担当しているほか、湯浅正明が6年ぶりに原画として参加している。2013年1月には特別ゲストとして、渡辺直美とコロッケ、さらに、フレンチシェフの川越達也が本人役で出演することが決定した。 2013年12月12日にコミカライズ版が発売された。2013年11月1日にはボテジュグループの関東エリアを担当する東京フード社から今年もとも焼きそばを食べたくなる映画に贈る日本焼きそば賞を受賞した。2013年12月8日には農林水産省が主催し日本の食文化を描いた作品を表彰する。 コンテンツアワードオブジャパンフードカルチャー日本食文化の世界的発信に寄与する有料コンテンツの表彰においてアニメ部門現象を受賞した本作のキャラクターであるトリュフを演じた神谷博士は2016年5月13日放送分のテレビシリーズより塩沢兼ねとの公認としてブリブリザエモンを担当している B グルメが主題ということで 食品関連のコラボレーションが組まれた。サークルケイサンクスでは、この作品のコラボレーションで、映画、クレヨンしんちゃん B 級グルメサバイバル、フェアというキャンペーンが組まれ、オリジナル商品が発売された。前哨は、好き屋内でこの映画とのコラボレーション商品である、焼きそば牛丼とお子様焼きそばを発売し、キャンペーンも展開された。焼きそば牛丼とは、 牛丼の上に焼きそばを乗せ、その上から秘伝のソースをかけて食べるというもので、3月28日頃から先行販売していた一部店舗で食した人たちによって、ツイッターやフェイスブック上で拡散、ネット上で大きな話題になっていった。当商品の CM では、劇中の挿入歌である、焼きそばの歌、ソースイズラブが BGM として使われている。ボテジュグループでは、 この作品とのコラボレーションで限定メニュー、クレヨンしんちゃんセットや、プレゼント付きの塗り絵コンテストを展開した。コラボではないが、黒沢明監督の映画、夢のロケ地としても知られる、長野県安曇野市の大王わさび農場と安曇野市近郊の山岳地帯一帯が、モチーフの一つとなっている。全国324スクリーンで公開され、2013年4月21日、 22日の2日間の動員19万9993人、公衆2億に533万7650円を上げ、観客動員ランキングで初登場第2位となった。なお、初日2日間で興行収入が2億円を超えたのは、第18作目の超時空、嵐を呼ぶオラの花嫁以来3年ぶりで、ピア初日満足度ランキングでも名探偵。 湖南絶海の探偵における91.6の僅差である90.7で第2位を記録した。また公開4週目で工業収入が10億円を突破した。最終工業収入は13.0億円。劇場版シリーズで工業収入が13億を超したのは第15作の嵐を呼ぶ歌受け津だけ爆弾。以来6年ぶりである。これはある春の日。 カスカベで起こった奇跡と友情と空腹の物語である。カスカベで行われている B 級グルメカーニバルに連れて行ってもらえなかった新之助はカスカベ防衛隊のメンバーと親たちに内緒で行こうと格索する。そしてその道中、謎の女性生姜の紅子からとあるソースをカーニバルに届けることを頼まれすんなりと引き受けることに。だがそのソースは B 級グルメ撲滅を目論む A 級グルメ機構の間の手から B 級グルメを救える唯一の存在、伝説のソースだった。そんな中、新之助たちは、ふとした手違いから見知らぬ土地へと迷い込んでしまう。果たして、伝説のソースをめぐる A 級グルメ機構との戦いに巻き込まれた新之助たちは、伝説のソースを無事カーニバルに届け、 ソースの剣の作る焼きそばを食べることができるのか。エンディングでは、永久グルメの関係者とともに、ソースの剣とグルメっぽいの旅立ちを見送っている、様子が描かれている。永久グルメラバーズエンディングでは焼きそばを食べた後に、他の永久グルメの関係者と会場を直し、ソースの剣とグルメっぽいの旅立ちを見送っている、様子が描かれている。ありがとうございます。